ビッカース QF2 ポンド砲。ビッカース QF2 ポンドポンポン砲は20世紀前半にイギリスで開発された機関砲。全民の QF1 ポンド砲や QF1.5 ポンド砲と同様にポンポン砲と通称された。まず、イギリス陸軍で1889年に、続いてイギリス海軍で1892年に正式採用された。 生産数は MKI が112問、MKE が785問であった。また MKE は1939年の時点でもなお577問が現役にあった。基本的には元祖ポンポン法として有名な29口径 37mm 基重、QF1 ポンド法の大口径カバであり、作動方式は小リコイル式。 重心の周囲には水冷ジャケットが設置されている。砲弾としては榴弾も使用可能であった。相談は35発入りの布ベルトによって行われた。当初は不評法のように弊社を主としていたが、軽空脅威の増大を受けて、第一次世界大戦が勃発した1914年には、主として対空兵器として使われるようになっていた。これを受けて、 MKE を旋回式のペデスタル式重火である HAMKE と組み合わせた広角基重モデルも開発され、1915年3月より運用に入った HAMKE 重火は手動式でプラス80度からマイナス5度までの不明が可能とされた。潜水艦用の昇降傾光確保モデル。また後に潜水艦から撤去されると、 発動艇に転用された。100門が製造された。MKIE と同じ弾薬を使用するが、わずかに方針を短縮している。37口径長、ほか、自動活気としての気候を排していたものと見られている。第一次世界大戦後、軽空脅威の増大に対処するため、多連装化による、当社火力の濃密化が施行されることになった。 まず1921年から1922年にかけてドラゴン級系寿命艦、ドラゴンにおいて MKE の6連装重化が試験的に搭載された。この試験は高成績を収めたことからアームストロング社とビッカース社に対して同様の多連装機銃の試作が発注された。アームストロング社の設計は持続射撃に適していたが、 構造的に複雑であったことから棄却され、ビッカース社の設計が採用されることとなった。そしてこのための法として開発されたのが m k ブである。モックアップは1923年7月に完成したものの、大倉省による予算削減の影響で実機による試験は1927年まで遅延した。1928年にはタイガーによる養生試験が行われ、 1930年にはバリアントに搭載されて収益した。当初、この8連装重課は M 0か、M マウンティングと称されていたが、間もなく MKV と称されるようになり、続いて、紹介性型の MKV も開発された。当初、この8連装重課では、上下に配された機銃が、クランク装置を介して同期して交互に射撃を行う。 ことで簡単ない弾幕を形するように設計されており、その動作から、ピアノガン、ピアノガン、または、シカゴピアノ、シカゴピアノというニックネームが付けられていた。その後、1939年、このクランク装置を撤去して、自動射撃を行う回収が行われ、回収後のものは、それぞれ MK、VA 及び MK、ピアと称された。 また戦時中には m k ビアをを元に遠隔気力操縦の導入も行われており、RPC 装置としては、油圧式の RP-10 及び RP-11 とメタダイン式の RP-50 が用いられた。ニポンドポンポン法の宿命的な問題点として指摘されていたのが、初速の低さ622メートル毎秒による弾道特性の悪さであった。 このことから、1937年には、弾頭を 0.764kg に軽量化する、ことで初速を732メートル毎秒に強化した、高初速モデルが開発された。この高初速モデルを搭載した、重化は、蒸気の MK、ビアのように、正式番号の後ろにアスタリスクを付することで、区別された。しかし戦争中を通じて、 従来通りの低所速モデルの生産も継続されており、おまけにこれらの間には弾薬の互換性がなかった。上記の同期射撃と自動射撃の区別を含めて MK5 には下記のようなサブタイプが生じることになった。ただし特に初期のモデルでは信頼性の問題があり、1941年12月のマレオ沖海戦では戦艦、 プリンス・オブ・ウェールズ搭載の8連装機銃は1機だけで12回も故障を起こし、もう1機も8回も射撃中止に陥ったとされる。一方、1941年1月の交戦の際、空母、イラストリアスは日本のポンポン砲をすべてダンスオフに完走した直後であったが、いずれも大きな動作不良はなく、全文合計で約3万発を発砲したとされている。なお、 これらの8連装機銃を搭載する余地のない艦のために4連装銃化として MK-BY も開発され1935年から1936年にかけてクルーセーダーで試験が行われた後収益した。こちらも高初速モデルを搭載した MK-BY のほか電動油圧式の MK-VIP や RPC 装置を導入した RP50MK ビップも配備された。8連装重火とは異なり、4連装重火はすべて同期射撃を行う設計とされていた。第二次世界大戦開戦当初の構想では、巡洋艦以上の艦では、多連装の2ポンドポンポン砲ごとに、機銃射撃式装置を配する計画とされていた。しかし実際には、1940年にが収益するまでは、 砲側での目視照準が基本であり、上記の1941年1月の公戦の際には、空母、イラストリアスには、MKE 砲位反が搭載されていたものの、特に急降下爆撃機に対しては、効果が薄かった。キング・ジョージ5世級戦艦では、MK4 砲位反が導入され、降射装置と統合しての砲位反射撃が計画されており、 プリンスオブウェールズでは282型レーダーも導入されていたものの、マレー沖海戦では十分な効果を上げられなかった。その後、これらの多連装型日本ドポンポン砲は、ヘズイズメアー社製の FCS 連動式56、合計 40mm 連装機銃によって代替されていった。これは1940年に、 ナチスドイツのオランダ侵攻を受けて、イギリスに脱出してきたオランダ海軍の機雷布施艦が搭載していた砲の性能に感銘を受けて、自国でも装備化したものである。しかし一方で、日本ドポンポン砲を MK ザビ重火と組み合わせた、単装機銃については、比較的簡単に搭載できる大口径機銃として、引き続き多用された。対戦末期には、東洋艦隊を中心として、 特別攻撃隊対策として70口径 20mm 機銃からの乾燥による搭載も相次いだ。なお、本砲はライセンス生産型が日本海軍でも非式 40mm 機銃として艦載用に用いられているが、同様にトラブルが多発し、フランスのオチキス、ホッチキス系である 13mm 機銃や25機銃に置き換えられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。